ね、俺あのー、ある程度英語話せるんだえー、っとねまともな教育というのはもう高校ぐらいまでしか受けてないからさ本当にあに中学生とか高校生が喋れるぐらいの英語なんだけども一応海外に行って講演会で講演してくださいって言われたら30分とか1時間ぐらいの講演はできるんだよでそれぐらいの英語が話せるとでただしそれには4日間必要なんだつまり、えー、アメリカに行ってその日のうちには絶対できないんだよ でそうじゃなくて4日間ぐらいかけて現地の人と話していってどだん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 脳を英語にしていくんだでその時の僕のやり方っていうのが英語でしか考えないないんだよ。つまり僕らは頭の中で日本語を考えてそれをく翻訳して英語でしゃべるじゃんだから絶対に、うん、これが言いたいのに言えないというジレンマに陥っちゃうんだよね。 そうじゃなくて、自分のボギャブラリーの中で、知ってる英語だけで考えるんだ。つまり、頭の中に英単語しか動かさないんだよ。頭の中で、絶対に日本語を入れないと。英単語だけでずっと考えるんだよ。で、何か聞かれたら、それを翻訳せずに、頭の中で英語でやる。だから、意味が分からなかったら、ひたすらパドンって言って。相手に問い返す、what do you mean とか言って。相手の言った単語、をそのままバカみたいに繰り返して、意味を教えてもらったら。それを翻訳せずに、頭の中に入れると。これを四日間ぐらい繰り返したら。 なんとか講演。まあ、講演って,言ってもね得意な分野あるじゃんだからアニメとかさおもちゃとかさあのそういうことだったら俺30分とか1時間ぐらいだったら海外でその日本語ほどうまくないんだけどある程度話せる。でさっき言ったその本音と建前ともこれだと思うんだよ。つまり建前を話してるというふうに考えて本音こうなんだよなというふうに思ってる限り俺たちはこの本音と建前から解放されないんだよな。そうじゃなくて、て話してるんだったら、これは俺の。 本音なななんんんだ。で建前なんかじゃゃいっていとう,うに、ちゃんと信じる。で、話してる内容とかでももし嘘があったんだったらその場で「いやこんなこと言ったんだけども俺ちょっと実は違うと思ってるんだ」っていうふうにその場でフォローするというように喋ってることをいつも本気100%状態にすると <laughs> だよねつまり頭の中で英語のみにするのと同じように頭の中に生まれてくるものを本音のみにしちゃってでそれを 不得意な英語だからさ、一生懸命考えて喋るわけじゃん。それと同じように本音しか喋らないというふうに決めたらめちゃくちゃ喋りにくいよそれはんだろうなどういうふうに言えばいいんだろうっていうふうになるんだけどもそこを建て前としていって本音は隠しとくよりさ全部本音をだろう表現力とかそこら辺でカバーしながら喋った方が絶対楽だと思う。おそうなったら戦争だろうが人間関係築けんだろうかそうかな 脳内がシンプルうんそうそう脳内がシンプルになって負荷は軽くなるんだよな困難アイデンティティの幅を縮めるうんアイデンティティっていうのがこんなことを言ってるけど実はこんなことに考えてる自分っていうこの幅をアイデンティティと考えるんだったらそこは縮めた方がいいな僕はそこはロスが多いっていうふうに思っちゃうからななんでかっていうとこれ絶対ゼロにならないんだよ さっきも言った本当の本音はバラバラで眩しいなとか喉が渇いたなとかそういう動物的な反射神経のもんだからそうじゃなくてこれをできるだけゼロに近づけても絶対ゼロにならないのでなんだろうなスポーツ選手の合理的な動きみたいなもんで動きとか考えとかに無駄がなくなってきてかなり楽になると思うよ。